やあ、刹那圭介です。極少女 The End。しかし俺は The End とか言わないぞ。言ったろよ。言ってるよ、よう考えた。オープニング第2章、第2章が始まります。いえ、飛ばしません。見ますよ。あ、これあれか。あのトイレ行った方のアミちゃんだった。マキやっけ？マキちゃんだったかな？アミじゃん。アミちゃんの方だ。マキはあの主人公のリア充の方だ。こっちが非リア充かっつったらそうではないんやけどね。なんなんこれ。なんか祭りの、こんなシーンなかったよ。あーひ、うわーひ、人引いちまったな。お、俺は悪くないぞ。悪いのはそのガキだからな。え、何の話？何？アミちゃん何の話してんの？いやー、これインプレッサー。スバルのインプレッサー。もう俺車好きやけんわかるぞ。スポーツカー好きやけんわかるぞ。そんなことどうでもいいけど、なんかすごいトラウマっぽいんが出てきた。アミが。いや、そんなトラウマ系じゃなかったはずやぞ、記憶少女。あ、トラウマ系だったかもしれんけど。こういうさ、なんかトラウマを植え付けるようなそんな描写はやめて。え、なんなんアミちゃん。あ、そうじゃ。ダンでしょ、発作。そうか、アミちゃん発作が起きるとかどうとか。酔ったな、なんか。酔ったような気がするな。あ、詳しくは覚えてないけど、過去になんかあったパターンなんじゃ。そりゃなんか、アミちゃんってお母さんはおるけど、なんかお父さん出てこんな。まさかな。そういうことなん？ここは学校？おや？気がついたみたいですね。なんかすごいヤバそうな読み方してるけどね。どんな人かわからんも、だけわからんうちなのにヤバそうな声で呼んでます。あなたは？私の名前は影宮はじめ。わ、めちゃめちゃ真面目そうな人だったわ。はじめというか真面目だろこれ。もう真面目って、影宮真面目で行こうかなってぐらい、真面目ってあだ名つけたいぐらいに真面目そうな見た目しとるわ。この読み方おかしいな。でもギャップがあるんで、ギャップ萌えがあるんで。この読み方続けますね。あなたのお名前は？私は、間宮亜美と言います。やっぱ亜美ちゃんの方です。どうして私ここに寝てるんでしょう？こっちが聞きたいです。森に一人で倒れていたんですよ。ほっとくことができなかったので、私がここでまで運んできたんです。やっぱ、はじめさん、真面目さんだね。真面目さんって呼んでしまいそうやもんな。もう、間違えて。森に一人で倒れていた？おや？もしかしたらあなた、ここがどんなところか分かっていないのですか？学校って言うたやん。え？何も知らないみたいですね。僕はここについては詳しいんです。教えましょう。ここはレイドと呼ばれる世界です。え、マジで？え、そんなレイの道でレイド、そんなところに来たん？開いたんやな、やっぱ。現実の世界と死後の世界を結ぶ道というと分かりやすいでしょうか。先に雨が飛ばされた形になったんやな。つまりここは異世界で何者かの力によって死んだ人たちが成仏できずにさまよっているところだというのですか？そういうことです。そして付け足すなら、このライドはここにいる者の記憶や霊の感情が具現化する世界とは言えます。え？ってことはさ、第一章で、マキか。マキとツトムじゃないわ、アユムか？アユムだったかな。アユムが二人で、おったも、もう霊道なんか、あそこって。記憶や感情が具現化する世界。今私たちがいるこの学校も誰かの記憶によって構築されたものです。この読み方ちょっとイラつくでしょ。でもやめませんよ。おそらく特別強い理思念を持つ霊によって。影宮さんはどうしてここのことについてそんなに詳しいんですか？奥森神社について調べていたら、霊道についての見聞があったの、文献があったので、それを読んでいたんですよ。わ、真面目っぽい見た目しといてさ、そういうなんかオカルト系好きなタイプか、お前は。霊道と奥森神社に何か関係が？
悪魔り神社はもともと私の住む石鹸世にさまよう霊魂をあの世へ送るために作られた神社です。なんだこのゲーム、どこのブリーチやねん。あの世で送る道としてこの霊道の利用がどうしても必要だったので、その意味を作ったと言われているんですよ。ただその入り口を解放し続けるのは奥森神社の周りに住む人たちに危害を及ぼすと考えられたので、人口の少ない深夜のわずかな時間だけ入り口を解放したんです。すごいな、そういう設定あるんじゃ。てか喉痛い。この読み方せいで喉痛い。でもやめませんよ。そういえば私の母も言っていました、深夜12時以降は近づいてはいけないって。こういうことだったんですね。なるほどな。その服装を見ると奥森神社の夏祭りに来ていたみたいですね。お母さんに言われたその忠告守らなかったのですか。まさか本当だとは思わなかったので。あと私のせい。あ、そういえば私以外に高校生の男女2人を見かけませんでしたが、一緒にお祭りに来てたんです。あなた以外にも来ていたんですか。バチだといいのですが。やっぱりバチも知らんのやな。もしかして私と同じように彼らも。おそらくこちらの世界へ来てしまっているでしょう。ここの心を知らずにここにいるのは危険すぎます。影宮さんはこの場所のことについて知って来ているのですか。はい、私はこの世界でやらなければならないことがありましたので。やらないといけないこと。それより早くその子たちを探した方がいい。もしあの化け物に襲われたら。すでに3回ぐらい襲われたんですけど、前回のパート。化け物。霊魂が生前の大切な記憶を失い悪霊と化したものです。あれは生きた人間の記憶を奪おうとして襲いに来るので大変危険です。奪いに来るとか、強盗やん。もう今すぐお友達を探しましょう。いやさ、てか早う合流したい。ごめんなさい影宮さん、頭を打ってしまったのか体がふらついてうまく歩けないんです。急いで怪我をしてしては意味がないので、慣れるまでゆっくりと歩きましょう。とりあえずこの学校には彼らはいません。それ病院におるって言おったな。そういや病院やったっけ、あれ病院やな。あの学校外だと思いますので、この学校外だと思いますので、まずこの学校の出口となる昇降口へ向かいましょう。昇降口か。このゲームはダッシュできんみたいね。シフト押しても何も変わらんので。おっとおっと。アイテムは何もなしで。目標。ああ、こんな感じで見えるんよね。これははじめさんとは一緒やね。はじめさん、36歳、日本人。36歳です。その割には結構若見えるよ。多分大学生でも通る。やんちゃやって。おふざけが好きだが、真剣にことを。こなすこともできる。そういう女の子好きです。あ、すげえ。え、アミちゃん、俺の誕生日1日違いや。俺より1日早い。わあ、すげえ。特技、プログラミングとか、意外性がすごいぞ。AI のプログラムを専門としている。え、すごいな。え、なんなん？ボカロ P なん？すごいな。曲聞かせてほしいな。はじめさん。冷静、何事も落ち着いて考え行動できる。あの声で冷静って言われても若干ね。俺のな、さじ加減やけどさ、警察官なんだ。ああ、なるほど。なんか事件があってここのこと調べよう感じかな。で、特技、射撃とかすごいで。目がいいために遠くのものでも正確に撃つことができる。すげえ。これ銃で戦えば何とかなりそうな気がしてくるけど、レイやんよな、相手。てかすごいグロインが右上にありますけど、確かに、保健室だったらこんなんありそうかもしれませんけど。ん？何？ごめんなさいアーミーさん、私持病の薬を飲み忘れてしまったので少し待ってもらえますか。あ、
はい、どうぞ。はい。お。ごめんなさい。ありがとうございました。いえ。やばい。10分経ってしまった。ここだけで10分経ってしまった。怖いんじゃん、お前。あー、黒いやつじゃ。なんか、後々なんか意味ありげないやつじゃ。このなんか、このポスターから出てきて追いかけたりするんよな。そういうやつやめてくれよ。暗い。月明かりが少しあるくらいで、周りがほとんど見えませんね。私はそうでもないですよ。迷惑すぎだろ、お前。射的がうまいって聞いとったけどさ。すごいな。暗視ゴーグルでもつけとんかな。そのメガネ暗視ゴーグルとかそんなタイプのやつなんかな。目だけはいいので、これぐらいの暗さなら大体見えます。え？じゃあそのメガネは目が悪いからつけてるんじゃないんですか？私の場合、よく見えすぎて疲れてしまうので、このメガネ視力を抑えているんです。トップガンやん。もうこんなトップガンやん。もうスナイパーライフルとか似合うタイプのトップガンやん。すげえな。ほえー。呆れてものが言えない。呆れてはないわ。感心してものが言えないじゃん。呆れてはない。おー、走れる。あ、立ち直ったんやな。開かない。お、中に絶対何かあるパターン。掃除道具かよ。いらないよ。なんで開いたんや。逆になんで開いたんや。掃除道具しか何やならなんで開いたんや。一回全部調べていきます。てか、懐中電灯欲しい。なんかおる。なんかおるで。誰やねん。まだ終わったん。え？あ、ちょっと揺れただけか。なんだ？ちょっと揺れただけか。なんだ？ビビらせんなよ。瓶しかない。なにこれ。あ、食器棚か。びっくりした。え、ちょっとなんか変な見えましたけど。食器とは思えんような目が見えましたけど。これ見てください。食器にしようなんか目と口みたいなのがついてますけど。はあ、最近のなんか、この時代のなんか、流行りなんかな。そういうことにしとこう。そういうことにしとこう。うん、流行りや。流行りや、流行り。視聴者さん、流行りっすよ、流行り。こういうの流行っとるみたいよ。お、ロッカーや。あー、掃除用具しかないん。欲しいんですけど。懐中電灯欲しいんですけど。なこれ。なんとか前中学の生徒が調理実習中に包丁で指を切り落とす。黒いな、おい。皆さんも包丁には気をつけましょう。あー、すごい黒いこと言ってるよ。確かに気をつけなあかんけど。黒いよ。お、ここは。あー俺がウェーってなりたいわ。なにこれ、どういう現象やん。どういう現象やん。懐中電灯くれよ。うん、解剖したネズミの死骸とか、こんなところに粗末に。しょくな。埋めてあげろ。お墓作ってあげろ。喜ぶよ。解剖してくれてありがとうみたいな感じで。そんな喜び方はせんと思うか。うん。懐中電灯。いや、こんなところにないと思うけどさ、懐中電灯。それでなくてもなんか火を灯せるようなもんがあれば助かりますがないんですね。残念です。鍵はかかって無駄に地震とか。お前なんか中におるんちゃうんか。あ、掃除道具だけか。あ、黒猫か。不吉すぎるやろ。やめろお前。びっくりしたやろ。消火器のはなんか赤さおかしいない。消火器の赤さってこんなんじゃなかったはず。よくねえよこんなん。もうちょいなんか怖くない赤やで、消火器って。うん、そう思うやけどな。僕は開いてる。なんかあるんじゃんこれ。なんもないんかい。掃除用具もなかった。掃除道具だと思った。こんなところに懐中電灯当てるなんでやねんって思うけどね。一応ね、猫がおったところ猫だけだった。残念。さて、トイレだ。このトイレ見てから、はじめさん入ってきとる。はじめさん入ってきとる。警察官だろうが、そういうモラルとかどうするんだ。あ、な、これ。これ何？サニタリーボックスって何？え、サニタリーボックスって何？俺知らんな、サニタリーボックスって。オープンクローズサニタリー。あ、クローズできんかんな。よし。女子トイレ徘徊してしまっとるよ。男性が後ろにおるのに。堂々と女子トイレに見てしまってるよ。ああ、怖いね。こんなところに懐中電灯あったらさ、あっても足らんと思うけどな。一応調べておこうかな。
そうでしょう。シロさん、あと男子トイレも、ああ、アミちゃんにも悪いけど男子トイレも。何やねん。何やねん。何やねん。なんかおるんちゃうんか、この中とか。花尾さんとかおるん、花子さんとか。アンモニア臭。うん、それはわかるよ。え、なんもないん。ビビらせ要素だけか。ふざけんなよ。ふざけんなよ。懐中電灯置いていっといてくれよ、お前。いや、こんなとこに懐中電灯あったら、そりゃ、さあ、あっても、取らんと思うけどさ。わー、なんか嫌やなって感じで。まあ、こんなもんか。こんなもんですね。よっしゃ。クイックセーブ。ダイヤ。まあ、8分8のところ。はい。というわけで、まあ、今回はこの辺で。懐中電灯が欲しいでござる。暗いでござる。というわけで、今回はこの辺で。仕分け。やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンする。